Ooh, yeah, I'll be fine, yeah. Ooh, okay, yeah. Oh, the good Lord knows it. Oh, the good Lord knows it. I left better behind the behind. 晚饭好美味しい。まあなんかビーチとヤンバー。まあバスで20分、30分。まあ。ビーチに関して歩いてすぐじゃん、すぐそういう自然がすぐ街、から近いっていうことがすごい、人もなんか近すぎず、ね、すぎないちょうどいい、スペイン全部でそうかもしれないけど、バルでさ、もうちっちゃい子供から、おばあちゃん、おじいちゃんまでがこう一緒にいる空間っていうのがすごい面白い。おじいちゃんおばあちゃんが手つないで歩いてたりとか、サンセバスチャンはすごい安全、夜中でも、ね、明るいし、そう女の子でも一人で歩いてね、夜中帰ってたりするし、そうそう気候、もいいよね、夏は暑すぎず、そういうのもすごい魅力感じて、学校の雰囲気は、先生もそうだし、受付の人も朝からオラーって言ってすごい笑顔で迎えてくれて、毎日朝行くのが楽しみになるようなアットホームな学校です。文法がやっぱり日本人だと難しいところとかあるんですけど、そういうところも細かく先生が分かるまで説明してくれるので、上達が早いかなと思います。クラスでは会話が中心で、先生がすごいとにかく明るいので、今日はつまんないなとか、天気悪いから元気ないなっていう時でも、もうどんどん元気になるように話しかけてくれるので、飽きる間がないというか、ぼーっとする間がなく、いつの間にかテンションが上がるっていう感じの授業です。アクティビティがいろいろ用意されていて、お料理のコースとか、あとはみんなで街に出かけてピンチョを食べに行ったりとか、あとは違う街に遊びに行ったりとか、プチ旅行みたいなのも用意されてるし、そこでクラス以外の友達もできるし、授業で一緒だった友達とも仲良くできるから、授業以外のアクティビティもすごく魅力的です。常にお祭りとか、あとコンサートとか、小さい町なんですけどたくさんイベントがあるので飽きない町です。